んにちは。お待ちしていました。うん、あなたが騎士殿でありますかな。失敬、我々はある海賊の行方を追い続けておりまして、奴らを捕らえるのに忍殿、そして騎士殿の力をお借りしたいのです。何せ我らの追う敵は幽霊船でありますからな。見つけたと思えばいつの間にかスルリといなくなってしまう。過去には何度か捕らえるところまではたどり着いたのです。しかし目を離すと忽然と姿を消してしまい、幽霊船も捕らえた海賊も全て跡形もなく消え失せてしまうのです。そこで私が呼ばれたんです。幽霊船を捕まえるために力を貸してほしいと。それに今回の依頼にはあなたのお力を借りた方がいいと占いで出ましたので。ふん、むさ苦しい騎士団の依頼なんざ本当なら死んでもごめんだがな、小僧がいるとあっちゃなおさらだ。これが豪華なクルーズ船で綺麗な姉ちゃんに囲まれて楽しくバカンスってんなら大賛成だがよ。だが忍がどうしてもこの依頼を引き受けたいって言って聞かねえもんだからな。では騎士殿、改めて確認させていただくが、この依頼を引き受けていただけるということでよろしいですかな。ご協力感謝します。それではお二方もどうぞ我々の船へ。近くの港に停泊させておりますゆえ。占いの結果が出ました。このまま北北西に進路を取っていただければ目的の船に出会えるかと思います。ただまだぼんやりと存在を感じる程度なので、かなり距離があるとは思いますが。承知しました。おい、皆に伝令、進路このまま、周囲を警戒しつつ船速を維持せよ。はっ。そうだそうだ、キリキリ働け野郎ども。もうお父さん失礼でしょ。愉快なお父上でおられますな。さて我々も交代しながら見張りに当たります。お二方も少し休憩されてはいかがですかな。狭苦しい船ではありますが部屋の用意をしております。お気遣いありがとうございます。ここはお言葉に甘えて休ませてもらいましょうか。準備に明け方までかかってしまって少し寝不足なんです。このまま長丁場になるのなら少し仮眠を取った方がいいかもしれませんね。あなたもよければどうですか。このベッドふわふわしてて寝心地いいですよ。あのちょっと待て小僧、お前なんで忍と同じベッドに入ろうとしてる。おい、不思議そうに首をかしげてんじゃねえ。その私が言ったのは二段ベッドですから、空いている上の方でという意味で、あなたが嫌でなければご一緒でも構いませんけれど。構いませんけれど。じゃないぞ忍。あいつまかり間違って忍のベッドに入ってきやがったら、この俺が問答無用でぶっ殺してやるからな。分かったらとっとと上に行け。そんで勝手に寝ちまいやがれ。いえ何でもないです。おやすみなさい。おはようございます。ゆっくり眠れましたか。そのちょっと目が冴えてしまったので幽霊船の位置を占っていました。
今ちょうど結果が。これは。なんだ。甲板の方で何かあったみたいですね。行きましょう。外の様子が気になります。懲りずに追いかけてきたのかあいつら。何度やっても無駄だってことがまだわからねえのか。おい野郎ども、準備はいいか。あいつらの船も金も根こそぎ全部奪っちまうぞ。どいてください。見慣れねえ生きがいいのが嫌がるじゃねえか。この感じはあなたが幽霊船の船長ですね。うん、だったらどうする。私たちは皆さんの旅を終わらせに来ました。俺たちの旅を終わらせるだ。おいおい、面白い冗談を言うやつがいたものだな。ならぜひやってみせてくれよ、ジョーちゃんよ。あの、私たちの話を。話すことなんかねえ。俺たちは俺たちの勝手にやるさ、海賊だからな。なんだ、受けるだけで精一杯か。そら、このまま押し切っちまうぞ。これはあなたの力。これなら。なんだこの力は。この俺が力負けするなんて。すみません、少しおとなしくなってもらいます。お頭が揺られちまったってのか。分かった、降参だ。お前らも武器を捨てろ。抵抗の意思はなしか。よし、お前たち、海賊どもを捕らえろ。これで皆さん、揃ったみたいですね。ちっ、どうせこんなことしても全部無駄なのによ。無駄というのは。何せ俺たちは幽霊船の海賊、みんな幽霊になっちまってるんだからな。海賊生活は楽しいぜ。気ままな海の生活だ。金銀財宝をたんまり食べ込んでパーッと使うのが楽しみさ。特に馴染みの酒場なんかでな。だが俺たちの船が幽霊船と呼ばれるようになった頃からか、気がつけば丘に上がれなくなっちまってた。港に近づけば嵐やら大波やらが呪いのように邪魔しやがる。前にこの兵隊どもに捕まった時もそうだった。ようやく丘に上がれると思ったよ、このうんざりする呪いから解放されるって。でもな、目が覚めたらこの船の甲板にひっくり返って寝てたんだ。ここに戻ってきちまうんだ、いつの間にかな。そんな生活を続けてもう何年になるのか、数えるのはとっくにやめちまったよ。集めた宝に呪いでもかかってたか、本当のとこはわかんねえ。でも俺たちの旅はいつまで経っても終わらねえんだ。終わりにしたいと思ってもな。だから私が呼ばれたんです。この場にいる皆さんの長い旅を終わらせるために。ありがとうございます。
儀式の準備まで手伝ってもらって、私が受けた依頼は、幽霊船の捜索、そして、さまよえる幽霊たちの解放だったんです。ええ、忍殿、それに騎士殿には感謝しております。これでやっと、我々もお役御免ですな。平和的にお話で解決できればと思っていたんですが、状況が状況だったので戦うことになっちゃいましたけど、それが強い者に従うという彼らの流儀に沿っていたみたいで、結果的に話もすんなりと聞いていただけました。聖水を盆に清めの火を焚いて、精神も正しい位置に来ていますね。これで準備が整いました。私に強化をお願いします。星の導きよ、安らぎを抱く母なる海よ、さまよえる者の罪に許しを、かの者たちの魂に安らぎを。これは海賊たちが光になって登っていく。ああ、胸の使いがすっと取れていくみてえだ。皆さんと幽霊船に救っていた淀みを払いました。これでもうこの船に縛り付けられることもないはずです。俺たちの旅もようやく終わりか。まあ海の上で行けるなら海賊として上等だな。ジョーちゃん、さっきは悪かった。それとありがとよ。子分たちの分もまとめて礼を言うぜ。できれば礼でもしたいところだが、その時間もねえみたいだ。じゃあな。奴ら行ってしまいましたな。しかしこれで我々の悲願も達成できました。それでは後を頼みます。頼まれていたものは船の後ろの方に。わかりました。まだ精神の位置が変わらないうちに皆さんを送ってしまわなくてはいけないですから。ああそうか、我々についてお話をしていませんでしたな。どれ。幽霊船に縛られておったのは奴らだけではなかったのですよ。海賊どもを追いかけるうちに我々も呪いに縛られてしまい、成仏できずにいたのです。しかしこれでようやく我々も職務を終えられます。こたびの件、忍殿、そして騎士殿には大変感謝しております。おっと、話し込んでいる場合ではありませんな。我々もそろそろ行きます。お二方もどうかお達者で。いいか小僧、お前は忍が用意した船にありがたく乗せてもらってる身分で、汗を垂らしながら休まずオールを漕ぎ続けろよ。それを言うならお父さんもじゃない。この人にばかり無茶言わないで。でも確かに分担した方が良さそうですね。随分霧が出てきてますし、占いでナビゲートしますので、私の示した方向に進んでもらえますか。疲れた時には私が代わりに漕ぎますから。おい、そんなことさせるわけねえよな小僧。か弱い乙女にオールを持たせて自分はだらけようったって、そうは問屋が。もうお父さん、私だってボートくらい漕げるから。オールを貸してください。ああ、やらんでいい。それはこいつの仕事だ。おい、分かってんだろうな小僧、絶対渡すんじゃないぞ。
もうお父さんは過保護すぎるよ。父の言うことは無視していいですから。私もお手伝いします。オール貸してください。先日はありがとうございました。あなたのおかげで無事ランドソルにも戻ってくれましたし、お礼に今日はご馳走させてください。このお店美味しいって評判らしいんですよ。あら、いらっしゃい。空いてるとこどこでも好きな席に座っておくれ。ありがとうございます。それでは向こうの見晴らしが良さそうな席にしましょうか。潮風が気持ちよさそうですし。おい、そこの女、止まれ。なんだ一体、ずいぶん物々しい雰囲気じゃねえか。被害者の言っていた特徴と一致するが。あの、何かご用ですか？すまないが、少し話を聞かせてもらいたい。我々は今、ある事件の捜査をしている。最近ランドソルの界隈で高額な壺や呉服を売りつけられるという被害相談が寄せられているんだが、何でもその被害者の情報によれば、犯人は白い服の女で占い師を名乗っているらしい。白い服ですか。そういえばちょうど私も着ていますね。そして怪しげな水晶を使った占いで悪霊がついているだの、前世からの悪しき因縁がだの、言葉巧みに惑わし商品を購入させるという。なんだ、怪しげな水晶ってまさか俺か。いや、こんなナイスガイを見てそんなこと言うわけないよな。以上の情報をまとめると、ここにいる娘と目撃証言があまりに一致している。ちょっと待て、さっきから話を聞いてればお前らまさか忍を疑ってんじゃねえよな。うちの娘が人様を騙したりするわけないだろうが。お父さん、こんなに可愛くて純粋な娘、ランドソル中を探したってそうそういるわけねえ。分かったらとっとと失せろこの野郎。そして最後の情報だが、被害者は皆犯人の美しさにカラッと騙されてしまったらしい。ランドソルでも滅多にいない相当な美人だったとのことだ。そりゃあうちの娘に間違いねえな。そこまでの美人ってんならまず間違いねえ。意外と見る目があるじゃねえか。お父さん。よし、被疑者による自白を確認。あー、しまった。いや、今のはそうじゃなくてだな。悪いが我々の詰め所までご同行願おう。断るなら我々も実力行使せざるを得なくなるが。おい小僧、お前どうにかしろ。どうした少年、こっちをじっと見て。私の兜に何かついているか。幽霊？何のことだ。この前幽霊戦で首なし騎士に会ったと。すまないが冗談に付き合っている暇は。いや待て、今何と言った。幽霊船の一件を解決したのは君たちだったのか。聞き込みで先ほどアリバイの裏付けも取れた。疑ってしまって申し訳ない。もし事件に関する情報があれば知らせてほしい。我々は引き続き捜査に当たらせてもらうよ。では失礼する。
とか誤解は解けたみたいですが、すみません、お礼の食事どころじゃなくなっちゃいましたね。お店の人にもご迷惑をおかけしてしまいましたし、それに少し気がかりなことがあって、実は私の方でも何か情報を提供できないかと事件について占ってみたんですが、見えたのは暗く大きな影でした。それも人を飲み込んでしまうほどの。この一件、放っておくと大きな災いを招く気がします。私たちも犯人を探しましょう。まずは被害者の方に聞き込みに行ってみましょう。現場付近で何か目撃している例もいるかもしれません。被害に遭った方に話を聞いてみたところ、皆さん占い師の開運グッズを買うと続いていたトラブルが急に止んだという話でしたね。魔除けのペンダントに不幸を吸い込む神秘の真夏壺、悪夢を見なくなる安眠枕に、名乗しがたい芸術的な謎の像と、ええ、でも気になるのはどの品物にも魔除けの力は感じられなかったことです。むしろ魔力の痕跡は呪詛に近いものでした。この感じはどこかで。俺も忍と同じ意見だが、魔力の痕跡が薄すぎる。これじゃ何の呪法だかわからねえ。もう少し気配がはっきりすりゃ読み取れもするんだがよ。ここで考えていても事態は進展しませんね。もっと手がかりが得られれば何かわかるかもしれません。犯人が動くのは決まって相手が一人の時みたいですから、ここは私たちも二手に分かれて探しましょう。ただ犯人もかなりのやり手みたいです。あなたは人がいいですから、口車に乗せられたり騙されたりしないよう気をつけてください。あら、あらららら、ねえ、そこの道行く少年、ちょっとお姉さんの話聞いていかない？そうそう、そこの君よ。あなた悪霊に疲れてるわね。このままだと次々と不幸に見舞われちゃうかも。でもそんなあなたにとっておきのいいものがあるの。じゃーん、どんな悪いものも寄せつけない魔除けの護符よ。今なら特別価格でご提供しちゃうわ。その顔はまだピンときてないみたいね。でも私の占いはよく当たるの。不幸が起こる前に買っておくのをおすすめするけれど。ここにいたんですね。あの、そちらの方は。なんて美人なお姉さんなんだ。白い服がよくお似合いで、水晶に添えられたたおやかな指も。ちょっと待って、白い服に水晶ってどこかで聞いたような。私たちが探している占い師の特徴と一致しますね。ということは、私ちょっと用事を思い出しちゃったから失礼するわね。今の占い師が事件の犯人か。おい忍、逃げられちまうぞ。ええ、行きましょう。早くあの人を止めないと。さっき近づいてみてはっきり分かりました。あの水晶は幽霊船に積まれていた宝、幽霊の海賊たちをつなぎ止めていた呪いの一部です。被害者が遭っていた不幸や怪我も全てあの水晶の力で引き起こしていたんです。
の人がやっているのは占いなんかじゃありません。他人を不幸にする呪いだったんです。最初に占うふりをしてお客さんに呪いをかけ、高額な商品を買わない限り呪いを解かないようにすれば、予言の通りに不幸な結果が訪れます。つまりあの人が言っていた悪霊の被害や不幸というのは呪いによるでっち上げ、自作自演によるものだったんです。でもどんな呪いにも反動はつきものですから、強力な呪詛であればあるほど使う代償を求めるもの。早く呪いを解かないと、これ以上被害が広がる前に。この力があれば私はもっと有名に。誰にも渡さないんだから。いたぞ忍、あの姉ちゃんだ。この魔力は、あの人暴走してる。水晶の呪いかよ。術者を暴走させて生命力まで魔力に変えてやがる。このままじゃあの姉ちゃん危ねえぞ。何なのよあなたたち。私の邪魔をしないで。忍。大丈夫。この人が私に気を取られているうちに。攻撃が止んだ。あの水晶を壊しました。これで呪いは解けたはず。ここは？よかった。気がついたみたいです。あとは騎士団に任せましょう。すみません。私のせいでご迷惑をかけちゃいましたね。そうだ。少しこちらへ来ていただけませんか？そこで大丈夫です。今、あなたにかかっていた呪詛を払いました。さっき占い師に会った時にかけられていたみたいですね。でも、騎士団の方から聞いた話によると、幽霊船から引き上げられた秘宝が他にもあるみたいです。また今日みたいな事件が起きないとも限りません。だから私、幽霊船の秘宝を集めて解除しようと思うんです。ありがとうございます。すみません、もう少しだけ付き合ってもらえますか？それで、その、この一件が全部終わったら、また改めて私にご馳走させてくださいね。ようやく集め終えましたね。幽霊船にあった呪いの秘宝はこれで全部みたいです。この浜辺なら周囲の人を巻き込む心配はありませんから。見た感じだとそこまで危険なものもなさそうですし。では開示の儀式を始めましょうか。私に許可をお願いします。解除が終わりました。最後はこの指輪ですね。呪いを解いてしまいましょう。えい。外に出られたのか。
お頭は、みんなは、なんだ指輪から野郎が飛び出てきやがったぞ。この指輪に囚われていた方のようですね。お頭ということは海賊さんたちのお知り合いでしょうか。お頭がどこにいるか知ってるのか。船にいた仲間はみんなどこに行ったんだ。というかここはどこなんだ。こいつもしかして今の状況が分かってないんじゃねえのか。詳細を省いてとりあえず今の状況だけ説明しますと、俺が知らない間にそんなことに。あなたはあの海賊さんたちの仲間なんですよね。ああ、まさか自分が幽霊になってるなんて思わなかったけど、君たちにも見えてるんだな俺の姿。指輪に残っている魔力のおかげだと思います。あなたにも見えていますよね。指輪の呪い自体は解除してしまったので、残っている魔力が尽きれば消えてしまいますが。参ったな、本当に時間がないみたいだなあ、一つ頼み事を受けてくれないか。この指輪をある女性のところに届けてほしい。見ず知らずの男にこんなこと言われても困るだろうが、君たちにしか託せないんだ。頼む。わかりました。この指輪お預かりします。ありがとう。きっとこの海岸の近くにあるはずなんだ。とても美しい人だったんだ。店の名前は消えてしまいましたね。この指輪だけ残して。ええ、お店の名前は聞けませんでしたが、この海岸にあるお店は一軒しかなかったはずですから。また余計な頼まれ事を引き受けちまって。まあでも受けちまったもんは仕方がねえ。ほらさっさと行くぞ。美人な天使と聞いて父も珍しくやる気を出していますし、でもこの近くにあるお店って確か。ええ、あの時は騒ぎでとても食事どころじゃなかったですけど、こちらのおかみさんに指輪を渡してほしいとのことですが。あの男の話だとよっぽどの美人だってことだったな。よし、ここは俺に任せろ。ごきげんようマダム。いや、うるわしのレディーか。お客さんかい。あら、あんたたちは前に来た。よし、忍ぶ、小僧、帰るぞ。ちくしょう、あの幽霊男め、俺の純情をもてあそびやがって、許せん。お父さんはちょっと黙ってて。その節はご迷惑をおかけしてすみません。今日はおかみさんにお話がありまして。なかなか顔を見せに来ないと思ってたら、あいつらそんなことになってたのかい。やっぱり海賊さんたちとお知り合いだったんですね。昔ね、私も船に乗ってたのさ。お宝を探してみんなで大海原を駆け巡ったもんだよ。でもその頃から私にはもう一つ夢があってね。船を降りるときあいつらと約束したんだよ。海の見える場所にきっと店を開くから、ガン首揃えて飯でも食いに来なってね。ところでうちの料理はどうだい。
船で料理作ってた頃から研究してた味付けでね、これで結構評判なんだよ。あ、はい、ごちそうさまでした。とても美味しかったです。あの、それでもう一つ、おかみさんにこの指輪を届けてほしいと依頼を受けていまして。そうか、私との約束忘れてなかったんだね。さっき言ってた私の夢ってのは、この指輪をくれた男と二人でこの店をやっていくことだったんだ。おかみさん。まあ旦那になる予定だった男を待ってたらこの年になっちまったけどね。まったく、お頭たちもあいつも守れない約束なら初めからするんじゃないよ。指輪だけあっても意味ないじゃないか。ぬぬぬ、あの男、妙齢の美人を待たせるだけ待たせて、本人は帰ってこないというのもなおさら許せん。おかみさん、その指輪を送った方にもし会えるとしたら会いたいですか？え？この指輪にはまだ魔力が残っています。放っておけばいずれ消えてしまいますが、今ならまだ間に合うと思います。幽霊船に魂を縛り付けていた呪いの力、それを利用することで皆さんを一時的に呼び戻せるかもしれません。おい、まさか降霊術をやるのかい？しかも皆さんって、そんな大規模な術、忍一人で制御するのは難しいぞ。うん、だから手伝ってほしいの。お父さんとあなたにもありがとうございます。少しだけ私のわがままに付き合ってください。今から私の力と指輪に残された魔力を使って皆さんの魂を呼び出します。あれ、ここは、あ、君たち、どういうことなんだ。確か俺は消えたはずじゃ。私の術で一時的に呼び戻させてもらいました。あの、お預かりしていた指輪お返ししますね。この指輪には大切な思いが込められてると思いますから、それはあなたの口からお伝えしてあげてください。伝えるってまさか。その姿、本当に昔と変わらないんだね、あんた。指輪だけよこしてどうすんだ。言いたいことがあるなら自分の口でいいな。あ、いや、その、君の言う通りだ。ずっと待たせてしまってすまなかった。その、今更になってしまったけれど、この指輪を受け取ってほしい。それで俺とその結婚してくれないか。ええ、私でよければ喜んで。本当によく待たせてくれたもんだね。ようやく言いやがったな。ったく、見てるこっちまでハラハラさせやがってよ。お頭、なんでここに、いつから見てたんですか。あんたが現れた時からずっとだよ。気づかなかったのかい。ええ、お仲間の皆さんも固唾を飲んでおかみさんへのプロポーズを見守られていました。約束通り
全員揃ってうちの料理を食べに来てくれたってわけかい。これだけの大人数だ、なかなか骨が折れそうだね。あんたももちろん手伝ってくれるんだろうね。うちの旦那は厨房に立つくらい朝飯前じゃないと困るよ。ああ、任せてくれ、何でもやってみせるさ。よし、お前らなめなめ、めでたい二人の門出祝いだ。朝まで騒ぐぞ。まるで夢を見てるような気分だよ。もう一度彼女と同じ時間を過ごせるなんて。君たちにはなんてお礼を言ったらいいのか。おっと、そろそろ次の料理が出来上がりそうだ。君たちもぜひ食べていってくれよ。じゃあまた後で。はい、とても賑やかで皆さんの笑顔が見られてよかったです。ありがとうございます。私のわがままに付き合ってもらって。私たちが受けた依頼は指輪を渡すこと。そこから先は依頼されていませんでしたから。でもこの夢が叶うのは一晩だけ。皆さん、明日の夜明け頃にはもうご存知です。おかみさんも旦那さんも海賊の皆さんも、この楽しい時間が夜明けまでは持たないだろうことも。私、本当は皆さんを呼び出すか迷っていたんです。旦那さんから指輪を託された時、私の手にはとても重たかったんです。いえ、指輪の重さ自体の話ではなくて、人が最後になると思って残すもの、その重みは決して軽いものではなくて、私がもう一度呼び出してしまうことで託してくれた覚悟を、決意の気持ちを台無しにしてしまうような気がしたんです。でもあなたに手伝ってもらって、ここにいる皆さんの楽しそうな姿を見て、これでよかったんだって思いました。それにたとえ一夜の夢だとしても、愛する人に会いたいと、私もそう思ってしまうかもしれませんから。忍の愛する人といえばもちろん俺に決まってるな。おざ、チラッとでも勘違いを起こすんじゃないぞ。それは秘密にしておきます。さあ、私たちも二人をお祝いしに行きましょう。ありがとうね、あんたたち。ずっと見てた夢が叶ったよ。そうだ、これ持ってっておくれ。これは指輪ですか。でも私たちが持ってきたのとは違うものですね。私がこっそり準備してたペアリングだよ。あいつが店に来たら逆にプロポーズしてやろうと思ってたからさ。そんな大切なものいいんですか。もう指輪はもらっちまったからね。だからこの指輪はあんたたちに受け取ってほしいんだ。私にできるお礼ってこれくらいしかないけどさ。わかりました。この指輪ありがたく受け取りますね。しっかし、綺麗さっぱりいなくなっちまって、嵐みたいな騒ぎで、あいつらと旅をしてたあの頃に戻ったみたいで楽しかったよ。さあ、今日も頑張って営業しないとね。あんたたちもまた寄っておくれ。うちの料理またお腹いっぱい食べさせてあげるよ。
神さん、とても嬉しそうでしたね。皆さんと海を旅した思い出を昨日のことのようにお話しされていました。私もずっと先の何十年も先の未来であなたと旅したことを思い出すんでしょうか。一人で思い出すのは寂しいですね。叶うならあなたと一緒に思い出話をしたいです。思い出、ううん、違いますね。私はずっとこの先もあなたと一緒にお話しし続けたいです。思い出話なんかじゃなくて、ずっとずっと今ここのお話として。こんなこと言ったらまるでプロな、何でもありません。気にしないでください。でも言ったことは本当ですよ。私はずっとそのあなたと一緒に過ごしたいですから。